皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回は大阪店に来ております。ちょっと大阪店、いつもながらすごい車がたくさん入庫してます。ご読みいただいた皆様、本当にありがとうございます。僕何もしてないんですけどね、はい、というわけで今回はちょっと Vlog を久しぶりにお届けしたいと思います。大阪店の日常だったりだとか、あとちょっと今日は1日の予定として、あ、来たモザイクをこうかけておきます。関車取ってきて、岡君とちょっと車の引き取りと、あとめちゃくちゃすごい車、ちょっとこれから紹介しますけどありますんで、ちょっとそれの撮影があるんで、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。とりあえず大阪で探検に行きたいと思います。まずご紹介したいのがこちら RS3。もう RS3 なんかところどころ様子がおかしいんですけど、ホイールがもう鍛造が入ってたりとか、もうブレーキもフロントですかっていうサイズのローターが入ってたり、しかも2ピース、これ多分 RDD かなんか RDD ですね、やっぱり入ってたりとか、あとなんか各部黒くなってたりとか、マフラーも出口が黒くなってたり、あとはワイパーなんかもしっかり塗ってあるという、だから一つずつ拾っていくとめちゃくちゃ手が入ってるこの RS3 なんですけど、驚くところはそこじゃなかったです。ちょっとこれ後で紹介しますけど、とんでもない馬力が出てるモンスターマシンなんです。これをちょっと撮影しに行きますんで、その時ちょっと詳細ご紹介させていただきたいと思います。で、あとはスペシャルが入ってたりとか、その奥にはご覧ください、140がめちゃくちゃかっこいい。これ前期の 600V12 のちょっとちょうどボンネットが開いてるんで見てみましょうか。これ僕が免許取った時に現役だった S クラスがこの140だったんですね、確か。220確か出てないよね、ごめんなさい、もう記憶が定かじゃないですけど、メインで走ってたのは確か140だったと思うんですよね。めちゃくちゃかっこいい。でその当時僕ものすごい個人的なことなんですけど、ガソリンスタンドで働いてて、もうとにかくもうその時何色だっけな、もう話がまとまってないんです。当時僕免許取り立ての頃見たらなんかめちゃくちゃでっかいイメージだったんですけど、今改めて見るとなんか140ってそんなにこう大きくないんだなっていう、なんかいかにこう現行の S クラスとかがでっかくなったんだなっていうのがちょっと今回改めて思いました。ただ今見てもめちゃくちゃかっこいいですね、140。これ今なんかこうちょっとレストアしてホイールこうバチンとかっこいいの、純正クロームとかもいいですけど、履いたらめちゃくちゃかっこいいなっていうのをちょっと再確認しました。で140が入庫しつつの223も入ってるということで、もうどげんこうの車からちょっとこうネオクラに近づきつつある車同時に入庫っていうのは、もう僕としてはもう車のテーマパークみたいでめちゃめちゃ楽しいという。そしてこちらの223、なんとこれからフルマンソリーになるそうです。やばすぎます、はい、というわけで多分フルマンソリーなんで外装全部、あとタイヤホイールが装着されるんじゃないかなと。でこれ多分オートサロンの出店車両だよね、になるかと思います。これはちょっと大阪店のブログだったりだとか、あとはいろんな動画でご紹介させていただくと思いますので、ぜひぜひご視聴ください。あと入庫している車も GT3 がマフラー交換ご用意いただいてたりとか、相変わらず忙しく過ごさせていただいている感じです。そして中にはすごい色のコンチ GT が、これ数の商品車ですので、気になる方はぜひお問い合わせください。そしてベンテーガもフルマンソリー一押し車両が入庫してございます。こちらも詳細はホームページの方に載ってますんで、ぜひぜひお問い合わせください。というわけで多分そろそろ行く時間だと思いますんで、これから積載車に乗ってちょっと車のお預かりに行ってきたいと思います。で今回は、はい、Vlog ですけど、プロフェッショナル仕事の流儀風に岡君の一日に密着したいと思います、はい、ただいま10時40分、はい、これからお客様宅へ車を預かりに、預かる車がちょっと待ってマスクしとかんと炎上するやつ、はい、預かる車がすごいんですよね。そうです、はい、812スーパーファースト、それもちょっと紹介してください。あ、OKです。むっちゃかっこいいんで、あんまりない色だよね、812。ブルーエレトリコっていう特注カラーですね。あれ特注なの？特注ス、特注ス。普通のあれに乗ってないやつですね。あ、そうなんだ。そうなんです。特注カラーって、例えば初めてフェラーリ買い行く人が頼めるの？あ、頼めない、頼めない。あ、頼めないんだ。そう、このお客さんはそのなんか何台も何台も買ってて、でまあ。頼めるというか。あ、そうなんだ、やっぱり。そうですね。もともと乗ってたのが、488GTB のテイラーメイドとか。なんで、すげえ。あれです、アベンタもなんかいっぱい乗ってて、とか乗ってましたし、あと、ごめんなさい、F12 ベルリネッタの、そうなの？そう、何色だっけ？ビアンコ、女の人の名前入ってるやつです。ビアンコ夏目？なんだったっけ？ビアンコナオミやったかな、なんかその名前があるんですよ。パールなんですけど、ちょっと青が入ってるんですよ。そう。うわ、なんだったかな、ビアンコな。ベースから白なの、ビアンコだ。白。で、その奥にちょっと青が見える。変な色ばっかり買うんです。変な色って言わない。変わった色ばっかり。そうなんだ。へえ。でもどの色もめっちゃ綺麗ですよ。へえ。ビアンコ夏目やった。今到着いたしました。これからお預かりして帰りたいと思います。オーナー様もなんか出演 OK ということなんで、ちょっと出るタイミングがあればちょっとお話をお伺いしたいと思います。ほら、ツッチーさん、どうですか？スッキリしちゃう。いや、めっちゃいいっすね。売ってくれないんですよ。いやいやいや、売ります。なんとミニと X6 が、これいいね。新型 LCI2 で屋根黒で紺色のジョンクーパーってないっすよ。多分ほぼない組み合わせです。むしろ普通の人だったら赤増やすんですけどね。これかっこいいっすね。あれ、これ下駄外してない？違う、外してます。常にリフトアップしてる。本当に下駄外し忘れてるレベルかなって思ったんですけど、入ってないんですか、下駄？下駄入ってますよ。入ってますよ。どれ？ほら。はい。ほら。本当だ。今事件が入ってますよ。ほら。乗り心地めっちゃ悪くないですか？2個入ってますよ、しかも。これ、回送モードですよ。リアもじゃないか。いや、どうかな。これは回送モードですね。多分今状況を説明させていただくと、車今見させてもらったらめちゃめちゃ車高が高いと。で、様子がおかしいなと思ったら、下駄って言って通称この回送モード用のこの車高が下がらないブロックが入ったまんまっていう。しかもリアも入ってる。どうかな、リアのってこれね、 F のは見たことないんだけど、もしかしたら入ってるかもしれないな。でも確かに前後のバランスがやばいですね。あ、リアは多分入ってないな、これフロントだけだと思う。うますね、前だけ。要は回送しやすいようにこうぶつかんないように上げたんですよね。これは入ってますね。でもこれって結構あるあるなんですよ。僕メカニックやってた時もなんか乗り心地悪いんですけどとかっていらっしゃるお客様いて、多分ガレージ店に10個ありますよ、これ。これでもジャッキで上げないと多分取れないと思うんですよね。ガチガチ上げちゃってるんで。そう。後ろはでも多分入ってない。いいと思います。これはこんなもんです。指打つさんといて恥ずかしい。そしてお預かりする車はこちらでございます。やばい。これをなんとお預かりさせていただいて PV を撮らせていただきたいと思います。これ色ね、これ色すごいよね。そしてもうこのツヤぬるぬる、これ中もかっこいいんだよね。なんつったんだっけ、最高。最初。夏目。お預かりします。これからもう車を売ってなくて。せや。今日あごだしラーメン食いに来たんだよ。あごだしのラーメンと魚。レブなんでやっぱりお昼はラーメンです。自分で言うの。サービスエリアでお昼休憩です。岡ちゃん目が全然ダメなの。全然ダメよ。マジでダメ。もうすごい尊敬するもんメカニック。だってね僕が。でどれだけこうパーツ売れたってかっこいい作りましょうってなっても、うん、メカニックいないと何もできないんですよ、本当に。今大阪店に着いたんですけど、とりあえず812はそのままお預かりして、別の RS3 をこれから撮影に行っていきたいと思います。戻ってきたらカーボンリムが届いてたんで、ちょっと開けてみます。わあ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 、あ、いいじゃん。へえ、あ、軽い軽い。これは年末に新車が来るのです。あ、そうなんだ。 SVJ ロードスター、アドペルソナムで内外装をフル特注した。本当にえい。あ、これは袋ないんだね。でかすぎるからか。うわ、これいいじゃん。キラッキラ。フルポリ？フルポリ。フルポリできるんだね。できる。おお、いいね。ぴったりはまりそう。うん、ちょっと押すのやめとこう。あ、いいじゃん。かっこいいね。いい感じよ。いいね。っていうか24インチでかっ。てかこれすごいですね、この削り出し。それすごいね。これからちょっと RS3 撮影に某所まで行きます。前に走ってる RS3 がそうです。これがとにかくめちゃめちゃやってあるとんでもない車なんで、走ってる様子とあとはその傘の内容を岡君にちょっと紹介してもらうためにこれから行っていきたいと思います。おじさん久しぶり走ったら胃がきれいした。今回基本的に大阪店のスタッフに全部こうスケジュールをついていく感じなんで、合わせるのもなかなか大変という。行きましょう。じゃあさあ今某所に着きまして、これからRS3 のちょっと紹介を撮りたいと思います。それは別の動画で紹介しますんで、ぜひ皆さん見てみてください。すごいやばい車両なんで。でちょっとこれが終わったら大阪店に戻って、今晩ライブ配信なんでちょっと準備をしたいと思います。いやー、帰ってきたけどカメラ回すの忘れてたよ。Vlog 撮りますなんて言って、いや今 RS3 の撮影から終わって帰ってきました。帰ってきたらゲレンデが増えてたりとか。というわけで1日こんな感じで、今日は移動が多かったんですけど大阪店の1日をお伝えいたしました。是非ちょっとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。